スオブゼステリア前回の続きから、やっていきたいと思いまーす。間が長いということでね、始まりました。今回もこの先のここの遺跡の神部か、塞がれてるな。ちょいとね、とりあえずね、この買っていきましょうかね。この装備をね、これ装備がね、やっぱりかなり重要なんですよね。ただ今仲間がねほとんど離れちゃったんで何もできねえな。今商品買っても据え置きができますけど、すぐ装備することができないんで、今はとりあえずまだ保留にしときます。とりあえずね、いやー、はい、寝ましょう。僕も寝たいんですけど、朝の6時に今実況してるんですけど、正直な朝の6時にね、もうやってるとね、まったくスレイのやつ、もうちょっと警戒するもんだ。いっぱい引っ掛けてる感じのテンションですからね、正直。仲間外れが寂しいのね。声が届かないのって本当にもどかしいですわね。みんな、スレイ元に戻ったのか。いなくなったのかと、すげえ焦った。ヘルダルフとかいう獅子の顔の男、あの時一体何をしたんだ。ヘルダルフ、考えたことない？二つの領域が重なったらどちらの加護が強く影響するか。どういうこと？スレイさんの同志としての領域がかの者のそれに打ち負けたのです。そのせいでスレイの霊能力が一時的に麻痺したってわけか。しょうがないわ、ドラゴンよりも強く汚れた領域を持っているんだもの。ヘルダルフ、あいつがサイカの剣士なのか。まず間違いないでしょう。あれほどの汚れをまとうものは他にないと思いますわ。じゃああいつがあれほどの汚れと力を持ったのは何か理由があるってわけか。当然だろうな、あんなのが自然に生まれてたまるか。それを知りスレイさんが答えを持ってかの者に挑まなければ。あ、おロゼ。スレイさん、今俺が一番推してるロゼ。何ブツブツ言ってるの、ロゼ推し。ああ、ここに仲間がいるんだ。は？いやー、ロゼかわいいな。なんだけど、そういうの笑えないよ。ライラ、彼女ならあれで声が聞こえるんじゃない？そうですわね、やってみましょう。何？耳を澄ましてロゼ。ロゼさん、聞こえ？ちょ、ローゼ！ローゼさん、落ち着いて。聞こえない、バカ、話せ！ローゼ、聞いて。なかなかいいパンチを打つ、放つね、あいつ。なかなかいいパンチしてたわ。これはカメラ家も真っ青だわ。タブーに触れちゃったね。どうしたの？同僚、そっち系点でダメだから。そうですか。カメラ家も真っ青なストレート。楽にしててくれ。ロゼちゃんが放ったということで、しばらくここにいてもらうよ。あの、引いてます。君への対応が決まるまでね。ちょっとドン引きですね。なんかね、暴力的な女の子はやっぱ良くないよね。やっぱね、世の中ね、暴力じゃね、何も解決しないんですよね、これが。うん、暴力はね、本当に何の解決でもならん。あ、なんかいるじゃん。レゼル、
いろいろ聞きたいことがあるんだ。奇遇だな。俺も聞きたいことが。天族の力をまとって戦う。カムイのこと。カムイ、俺もあの力を。カムイは同志と天族がいて、お互いが力を合わせるんだ。確かに強い。全く意図がつかめない。死な定めず。もう一つ答え。あの娘ロゼル、カムできるんじゃないかな。彼女なら可能かもしれません。それほどの素質を秘めている。ただ一つ言えることは、そうか、この人もちょっと前髪を切ろうかっていう話なんだよね。前髪切ろう。これは素質があっても目が完全に隠れちゃってるから。あの子は天族を拒絶してるもの。誰のせいかしらね。これじゃ前見えねえだろう。結局こっちの話は聞く耳なしか。カズ、カムイの力。え、また寝るの。あ、違う、こっちか。スレイさん、うん、戦場に戻ってみようかと思うんだ。なんで。何を言ってるんだ。やめようよ。また霊能力を遮断されるかもしれないの。手をこまねいているわけにもいかない。とにかく何か掴まないと。僕は反対だ。無謀すぎる。俺も反対だよ。これは最下の剣士は同志が何とかしないといけない。だから行かなきゃいけない。今の君じゃね、どうにもならないでしょ。いいえ、自分の力を把握しなさいよ。焦らないで。そうなんです、ダメなんです。焦りは禁物なんです。あなたが自分を見失ったらどうなるか話したはずよ、ね、いいこと言うわお前ライラ。同志が汚れてしまったら。そうです、そうなんです。確かにやってみなきゃわからないこともある。俺もそう思う。今スレイさんに必要な。僕に提案がある。奥の遺跡を探索。遺跡探検。提案ですわ。そうしましょう、スレイ。そういうことら。よーし、久々にがっつりやるか。え、何を。あ休息を取るんじゃなかった。同志としての。じゃあ早速い。結局行くわけだね、どっかに。まあ待たなきゃ物語が進まないけどね。何よりもまずは。すげえ扉だな、これも。絶対開かなそうだけど。開けごまとか行ってみればいいじゃん、とりあえずね。開くかもしんないよ。全然開け方わかんないんだよね。うわ、ローゼイメチェンしてきたな、おい。何着ても似合うな、こいつは。開きそう？どうかな。そう。何？別に。ただの同志観察。気にせず続けて。ああ、こんな可愛い子に監視されたらお前、そりゃ気にせずにはいられないだろう。これはね、魔性の女ですよ、やっぱりロゼは。これなことされたらね、やっぱ男は勘違いしますよね。扉の奥、どうなってるんだろうね。知るかボケ。あ、ロゼも全然、今私が興味あるのはだから勘違いするって、それは。そう。こいつ本当に小悪魔だな、マジで。入り口自体は閉じてる遺跡か。今私が興味があるのはスレイだけだってって。けど封印の類じゃないわ。これ絶対どう考えても好きってことしか考えられないんですよね、普通の子が言ったら。久々に勝負といかないか。ゲームじゃなくて、そんなセリフね、現実世界で言ったら絶対俺が先に開け方見つけてやる。どう思います。負け越してるのを忘れてるようだな。今興味があるのはあなただけなのって言われたら、そりゃね、絶対誰でも勘違いしてるでしょ。 こんなもん面倒ね。打ち破っていい。いいよ。バカな。いいよ。貴重な遺跡を破壊するなんて。もうここは本当どう考えてもスリムクラブで出ちゃうよこれ。ええよって出ちゃうよこれ。ええよ。ロゼさんずっと見てますね。好きなんですよスレイのことがね。悔しいけどね。変わった子だよ。やば。あの時のスレイさんとロゼさん、本当一言だ。
応全員に話しかけたけど何も起きる気配なしと。どういうことこれ。どうしたいの。ありそうだな。あいやマジか、これか。あとまだか。あとはどこだろう。なんかあった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 。まだ。おいおい、どんだけ厳重なんだよ。こんな大したとこちゃうやろ。同じこと言うね。待ちくたびれた。なるほど、さっきのが扉の回転を邪魔してたってわけだ。今回は俺の勝ちだな。どうやらね。勝ち負けだったのこれ。さてと、ロゼも行くのか。やった。うん、スレイが行くのならね。これで天族を。遺跡の中には人にとって魔物と言えるほど手強い獣がいることがあるんだ。そんな奴らを俺は氷魔って、うんうん、聞いてる？氷魔、めちゃ強の獣でしょ？めちゃ強ね。聞いてる聞いてる。ただロテもめちゃ強だから。危ないかもしれない。スレイが大丈夫なら私も大丈夫。知ってるでしょ？私の実力。いい退屈しのぎだ。俺も行く。お前たちに余計な手間はかけず。けどデゼルは氷魔を浄化できる。いざとなれば助かる。ですね。奇妙なバカンス。それほど汚れは感じませんね。ああ、パーティーに入ってないから意味ね。いい探検になりそうじゃないか。何これ。レバー？ロゼ待った！やめよう。遺跡の仕掛けを不用意に触った。それ絶対やばい。うわ、出た。このパターンね。やってくれるじゃねえか、おい。なかなかやってくれんな、あいつ。おいおいおい。まあ、俺の予想的に、ここ空いてるから、まあ、関係ないね。いやでも結局作動させたっしょ。行き止まりだったし、うん、読まれてるよ。あれ戻る。どうす。奥開いたしちょっと見てくる。動けない。怒んなって。参ったな。なんかはあるはずだろう。まあ、そこ動くなっていうか動けないんだけど。動くもなんもってもないよ。ああ。
わかんねえ。マジかおい。いやいや、こういうのが一番きついわ。何しとんこれ。壁ね。壁か。ダメだ、内側からロゼを信じて。ロゼさんを僕も同意だ。ズレイの意味グリオン、ジージが言ってた。シンモン、いいんじゃない。ロゼさんの霊能力はスレイ、アリーシャさんの時のように重視の代償で、それに人間がスレイだけだ。そうなんだよ、人間がスレイだけだとね、パーティーが2人しか組めないっていうね。やっぱり、なんとも悲惨な状況になるわけですよ。スレイさん、ここまで。うん、同志の使命に飲み込まれる程度か。違うよ。とりあえずね、俺が今一番したいのは、ね、セーブなんです。分かったよね。うん、セーブさせてくださいよ。何でも抱え込むな。だね。スレイさんの責任ですが、スレイさんに無理して走っても。俺に合ったやり方を見、そのためにも。そうだな。決めるのは。まずは話して私たちのことで。いきなりのなん。いずれにせよ。大丈夫でしょうか。心配ですね。信じて待つしかないよ。の？何ですの？うわ！なんだよこのドッキリみたいな仕掛け。今日まで。完全にテレビ番組のとにかく戦う準備を。上からヘビ。まさかロゼが何か仕掛けを。全く。みんなトラブルメーカーだ。スレイの同志としての力量はどう？才能に満ち溢れ。はあ、驚きま。なんか嫌な。珍しく気。え、マジで？何？まだまだまだ。おいおいおい、嘘だ。まさかじっとしている。昔を思い出して楽しい。僕は閉じ込められ。俺が仕掛けを解除。ごくごく虫。それにしても閉鎖された。そして外からの操作で。そうか。ここが実験のためのものなら中でも何の実脱出できるかどうか分かる。うっせ。遅いわね。なんか落ちたわね。開いた開いた開いた。うん、違う。煙だ。これはまずい。なんか他人も。ええ、煙で。ええー。
度だ。冗談を。ひとまず大切。しょうがない。スレイ、大丈夫なの？ロゼ、近づいちゃダメだ。俺は大丈夫だから、他を見てみて。どうすんだ。待って、なんかやばくない？意味がわかんない。急がないと。いや、急ぎようがねえだろ。え、マジかよ。いや、なんでこれ本当に意味がわかんない。どうすんの。テンパってる。急がないから。急ぐもくっともねえだろ。おい、やばい、本当に画面が見えない。うそ、こんなことある？何これ、マジで分からん。どうすりゃいいんだよ。おい、困った時はジュロ。あ、これか。結構やばいんじゃん。はあ、おい、勘弁してくれよ。 OK、 待ってだろう。マジで。あ、もう大丈夫みたい。なんだか楽しい。あ、やっと開いた。開きました。この感じ。いやいや、もうほんといいって。そういうのほんといいって。かなり強力な存在だぞ。いや、もうセーブさせて。ローゼの声だ、急ごう。やめよ、セーブする。俺はセーブするんだ。そう決めた、これは。はい、今回はね、そういうことで、もうここで締めたいと思います、とりあえずね。いやー、焦った。次回もね、次回はね、もうちょっとこれテンション高いと思います。今はね、ちょっともう眠いんでね、こんな感じになったんですけど、次回はもうちょっとね、テンション上げてやりたいと思うんで、よければ、そちらの方を、ご覧ください。